LA ドジャースのリュヒョンジンが米国の統計サイトファングラフズベースボールが分析した2019年メジャーリーグ先発投手部門53位に入った。同媒体は去る5日、2019シーズン先発投手ランキングをアップデートし、1から120位までの順位を発表した。リュヒョンジンは53位に名を挙げた。 昨シーズンリュヒョンジンは15試合に先発出場し、82等1、3イニングを負傷か、89奪三振、7勝3敗、平均防御率1.97を記録した。なお1位はワシントンナショナルズのマックス・シャーザーだった。